室蘭駅は北海道室蘭市にある北海道旅客鉄道室蘭本線の駅で室蘭市線の終着駅。駅番号は M36、電報略号は室。1976年の室蘭駅と周囲約 1.5km 範囲、駅舎は左手。すでに車用産業となった石炭は苫小牧に奪われ、岸壁に面した炭場はすっかりむして、ヤードには 貨車の姿もほとんどなく、かつて石炭積み出し駅として、小樽駅と競い活気にあふれていた姿はどこにもない。雑貨不倒としての役割を持つ、中央不当さえもトラック輸送が主体で、駅舎裏での貨物ホームから不倒先端まで敷かれた、貨物船は使われている気配がほとんどない。左端上方に向かって、西室蘭駅への貨物支線が伸びている。 国土交通省国土画像情報をもとに、作成等端式ホーム1面2線の地上駅であり、東室蘭駅管理の業務委託駅になっている、緑の窓口設置。夜間大白は設定されていない、当駅から東室蘭駅間に改装列車がある。室蘭市統計所によると、近年の年度別乗車人員の推移は以下の通りである。主な駅弁は下記の通り。 旧室蘭駅舎室蘭市の行政機関や文化施設が集積している。室蘭広域センタービルは徒歩約4分、室蘭市役所本庁舎、入江運動公園、北斗文化学園インターナショナル調理技術専門、学校は徒歩約5分、室蘭地方合同庁舎、室蘭八幡宮、室蘭市文化センター、NHK 室蘭放送局は徒歩約10分、北海道立、 総合研究機構栽培水産試験場、室蘭湖、また、北海道室蘭市水級高等学校、市立室蘭水族館や道の駅見たら、室蘭への最寄り駅になっている。現役から北西に約600メートル離れた三代目駅舎は、観光案内所があるほか、鉄道関連の備品が展示されている。前は高速バス停留所となっているほか、隣接地の公園には2019年に、 上機機関車がされた。なお、札幌市などの道央県、函館市など道南との鉄道アクセスにおいて、室蘭市の玄関となるのは、特急列車が停車する東室蘭駅である、北海道旅客鉄道室蘭本線室蘭駅、母小居駅。ありがとうございます。